視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。皆さん、マスタリングという言葉はご存知でしょうか？ものすごくざっくりと説明いたしますと、音量、音質の微調整を行う、音楽作品の最後の仕上げの工程のことを言います。アルバム作品の場合は、異なる時期に制作された楽曲同士の、音のギャップを埋めてバランスを取る、そんな重要な工程でもあります。リマスタリングとかリマスター版という言葉、耳にしたことないでしょうか？これは過去の作品の音を最新の技術で、現在の流行にマッチするように微調整した、再調整したもののことを言います。僕は毎週コチトラジバラジャという CD レビューの企画をやっておりまして、その企画でこの2枚の作品を購入しレビューしました。1枚目が2017年の11月7日発売の米津玄師さんのブートレグというアルバム、そして2枚目が2018年の3月21日に発売された菅田将暉さんのプレイというアルバムです。この2枚のアルバムには灰色と青という同一楽曲、同一音源が異なるマスタリングを施され収録されています。ブートレグの、マスタリングを担当したのが世界的に有名なマスタリングエンジニア、テッド・ジェンセンさん。こちら、プレイのマスタリングを担当したのが、様々な日本のトップアーティストの作品のマスタリングを手掛けているソニーミュージックスタジオズ東京の阿部光康さん。全く同じ音源がこれほど短期間の間に、異なるマスタリングで世の中に出るっていうのはすごく珍しい。しかもそれぞれのマスタリングを担当したのが、用法のトップエンジニアであると。これ聞き比べたら何か面白い発見があるんじゃないかなと思いまして、今回はマスタリングの徹底比較というものを行ってみました。はい、こちらの画面をご覧ください。2つの音源を DAW に読み込んでみました。こちらのトラックが、灰色と青のブートレグバージョンで、こちらのトラックが灰色と青のプレイバージョン、菅田将暉さんのアルバムのバージョンですね。まず一目で違いがわかるのが、曲の始めと終わりの無音部分の長さの違いです。ちょっとズームしてみましょう。これ、波形のスタートポイントを合わせるためにちょっとずらしてるんですけれども、音の始まりまでの長さがこれだけ違います。ブートレグバージョン、米津玄師さんのバージョンの方が短くなってるのがわかりますね。さらに、曲のお尻も見てみましょう。こんな感じで、曲のお尻も、米津玄師さんバージョンの方が短くなってますね。この楽曲は曲の始めも終わりもボコーダーのコーラスパートになっていて、それぞれ音のスタートと音の切れ目っていうのがものすごくはっきりしてます。なのでこの無音部分の長さの違い、ここの違いっていうのは、アルバム構成によって生まれたものだと考えられます。灰色と青っていう楽曲は、どちらのアルバムでもおまけのような扱いで、コラボレーション楽曲が集められたアルバムの最後の方に収録されてるんですね。ブートレグ、こちらは、14曲中14曲目で、プレイの方だと12曲中11曲目に収録されてます。特にプレイの方に関しては、この灰色と青に続く最後の楽曲が、菅田将暉さんのギター弾き語りによるフジファブリックの茜色の夕日という楽曲のカバーで、非常にボーナストラック色が強くなっておりまして、前後の楽曲と、しっかり間を取っておきたかったっていう意図が読み取れます。まあ今はアルバムを頭からお尻まで通して聴くっていう聴き方をする人は少数派かもしれませんが、作り手っていうのは曲と曲との間、感覚にもめちゃくちゃこだわりを持って作ってます。僕が CD レビューの企画で取り上げてきた作品の中にも、曲と曲の間を非常に効果的にコントロールしていた作品っていうのがいくつもありました。この曲とこの曲の間はすごく短くして急に音が始まるようにしようとか、この曲とこの曲の間は逆に長めにとってちょっと耳をリフレッシュしてもらおうとか、極端なものだと曲と曲の間を全くなしにしちゃって、繋がって聞こえるようにしていた、そんな作品もありました。
まあ、今まで曲間の長さっていうものをあまり意識してなかったという人は、これからぜひ曲と曲の間、その感覚意識して聞いてみてください。アーティストのメッセージっていうのをより強く感じることができると思います。次に全体的な波形比べてみましょう。ちょっと拡大しますね。これで見やすいかな。マスタリングの違いで一番わかりやすいのが音圧の違いです。音圧が違うと、この波形、音の波の大きさっていうのが変わってきます。波形が大きく隙間がない。まあこの辺とか隙間あんまりないですよね。隙間がないほど音圧が高い。音量を大きく感じやすくなります。マスタリングの違いで波形の大きさが変わるという例として、山下達郎さんが所属していたバンド、シュガーベイブのソングスというアルバムからダウンタウンという曲を引っ張ってきました。山下達郎さんはしょっちゅうリマスター版っていうのを出す人で、こちらのトラックが、このトラックが1994年に CD 化されたもの。で、こちらが2015年にアルバム発売40周年を記念して作られたもの。もう見れば一目瞭然ですよね。波形の大きさ全然違います。この1994年に発売されたものの方が全体的に隙間がたくさんあるのがわかりますよね。こちら2015年版は、隙間が少なくなってます。まあ、拡大するとそれでも、最近の楽曲に比べると隙間はたくさんあるんですけれども、これじゃあ、米津玄師さんの曲と比べると分かりやすいですよね。どっちが波形でどっちが隙間なんやみたいなね、感じびっしり埋まっております。そうですね。まあそれに比べると、山下達郎さんの、まあ、ダウンタウンという曲は、まあ、時代を感じるというか、まだ隙間はたくさんある楽曲ですね。これ実際に再生してみると分かるんですけど、音量全然違います。こちらの灰色と青の方に波形の大きさの違いっていうのがほとんど見られなかったのは、発売時期がかなり近いっていうことと、米津玄師さんと須田まさきさん、まあ、アーティストが目指す音楽の方向性とか、想定しているリスナーの層っていうのが非常に近かったからなんじゃないかなというふうに僕は思いました。次にアナライザーという周波数の動きを見るソフトを使って比較してみます。楽曲を頭から再生してみますね。まあ、権利の関係で音はちょっと出せないんですけれども、左に行けば行くほど、低い周波数の音で、右に行けば行くほど高い周波数の音、まあ一番上が 16kHz その上みたいな感じですね。一番下だと 16Hz というメモリがあります。そしてこの縦軸っていうのが、音量ですね。デシベルで、表されています。左側が、ブートレグ、米津玄師さんのバージョンで、右側がプレイ、須田まさきさんのバージョンです。このアナライザーの動き見てもほとんど違いがありません。僕の自宅のシステムでは聞き比べてみても聴感上の違いっていうのはほとんど感じることができませんでした。なんか先に聞いた方がちょっと大きく聞こえるかな、ちっちゃく聞こえるかなとか、もうそれぐらいのレベルでした。ただよくよくアナライザーの動き見ていきますと、一番低い帯域、この辺の帯域と、まあこっちで言うとこの辺の帯域ですね、この辺の帯域と一番高い帯域、この辺の帯域です。こちらとこの辺の帯域、ここにわずかな動きの違いっていうのが見られました。この須田まさきさんのプレイの方のバージョンの方が、この一番下と一番上がぴょこって飛び出す時があるんですよ。ちょっと見てみましょうか。皆さんも見比べてみてください。あ、この辺ですね。ぴょこぴょこってこの出るあの棒の長さがこっちが微妙に長いんですよ。で、それを踏まえて何か言葉で違いを伝えられる部分っていうのはないかなっていうふうに一生懸命聞き比べました。一箇所だけ、4分5秒くらいからの、アレンジが少し薄くなるサビの部分、まあ落ちサビとかっていうふうに言われるんですけど、そこのボーカルのリバーブ、須田まさきさんのこのプレイのバージョンの方が、そのリバーブ成分っていうのを若干近く
感じました。これ高い周波数の処理の仕方っていうので違いが出てるんじゃないでしょうか。いかがでしたでしょうか。作品を作ってる人たちっていうのはそれ誰がわかるのっていうような細かいところまでこだわりを持って作ってます。まあ、ぶっちゃけ今回比べたこの曲、違いがわかるようなシステムで、聴いてるっていう人はほとんどいないと思いますし、その違いがわからなきゃダメだっていうことでもないんですけれども、普段何気なく聴いてる音楽に、それだけの深みがあるんだっていうところを、知っていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。